伊藤誠、伊藤誠、伊藤誠、1905年、明治38年1月16日から1969年、昭和44年11月15日は、日本の小説家、詩人、文芸評論家、翻訳家。本名は、伊藤ひとし、女情派詩人として出発したが、その後詩作を離れて、小説、評論に重心を移し、ジェームズ・ジョイスらの影響を受けて、 新心理主義を提言。戦後は旺盛な著作活動に加え、ベストセラーや裁判の影響もあり、最も著名な評論家の一人となった。私、小説的文学の理論家を目指すとともに、自身も創作を行い、評論では、小説の方法、近代日本人の発想の諸形式、近代日本における愛の虚偽、日本文壇史などがあり、反乱、変容、発掘は、 夏目漱石の威発を継ぐ近代小説三部作である。社団法人日本文芸家協会理事、東京工業大学教授、社団法人日本ペンクラブ副会長、財団法人日本近代文学管理事長などを歴任した。日本芸術院会員。議会は、聖五位。君党は、君三党。北海道正木郡住焼、沢村。 玄正基町で小学校教員の父、伊藤正正と母玉、旧正なるみの間に、姉一人と十人の定米の十二人兄弟の長男として生まれた。父は、広島県高田郡、阿波谷村、原産寺市出身で、共同団出身の陸軍少尉だったが、日清戦争出生後、海軍の水路部測量院、東大艦守兵に志願して、北海道に渡った。まもなく辞職して、 白亀神城高等小学校の教員となり、生が生まれた年に父は、日露戦争出生で203高地で重傷を受けて、帰国し、旭川の感謝に移る。1909年に父は、塩谷村、玄桜樽市、村役場初期となり、塩谷村へ移る。旧生樽中学、北海道小樽市を三笹高等学校の前身を、経て、小樽高等商業学校。 小樽る科大学の前身にはなぶ。中学三年の時に二年先輩の北見淳吉の影響で死に関心を持ち、旧友と同人し、文みを発行。小樽る交渉在学中の上級生に小林滝二や高浜俊夫がおり、一緒にフランス語劇に出演したこともある。卒業後、旧姓おたる私立中学の英語教師に就任。1923年に友人、 川崎昇と同人し、青空発行。1926年に、桃田総治主催の C の木に手紙を出して、同人となり、自費出版した、序情詩集、雪明かりの道で、桃田総治、三好達治に高く評価された。小樽で教員を続けながら、1928年に、川原直一郎、川崎昇と導入し、人新天王観光。 宿直室に泊まり込んで下宿代を浮かせたり、夜間学校の教師の復職をするなどして、1300円の貯金を蓄え、2年後に教師を退職し上京し、北川冬彦、中町貞子らと同居。1927年旧制東京商科大学、一橋大学の全身本科入学、内藤拓教授のゼミナールに所属し、フランス文学を学ぶ。 また北川冬彦の紹介で入った下宿屋にいた、梶井元次郎、三好達次、瀬沼茂樹らと知り合い進行を結び、瀬沼茂樹の主催していた、一橋文芸に短編小説を寄稿し、瀬沼とはその後も生涯にわたって進行を結んだ。また川原、川崎と批評し、文芸レビュー刊行、諸女小説、飛躍の方を同士に発表、続いて、オウム、 パルナスザ、マユなどを発表。1930年には、小説、創刊、感情細胞の断面を、川端康成に推奨されたほか、評論、文学領域の移動、ジェームス・ジョイスのメトード、意識の流れについて、などを、文芸レビュー、詩、原、新化学的各誌に発表。また、小川貞子と結婚、科学画法に掲載した、小説、潜在意識の注意で、 初めて原稿料を手にし、ジョイス、ユリシーズの翻訳を、長松忠辻野久則と、し、現実に連載。1931年に20世紀文学の翻訳に力点を置いた、新文学研究を編集し、金星堂から発行、東京商課題を退学し、文芸レビュー、風車の導入と、新作家を創刊。1932年に、 諸女評論集、新心理主義文学で、ジェームズ・ジョイスやバージニア・ウルフラの影響による、新心理主義を提言し、川端やスナリや横光リーチなど、当時の文壇にも影響を与え、自身も実験作、生物祭、イカルス失墜などを執筆。これらの作品は、批判にもさらされたが、吉本隆明は、現代文学大能の代表作として、横光リーチ、 機とと並ぶものと表している。1935年から1944年まで日本大学芸術科講師。1935年に D.H. ローレンスのチャタレープ人の恋人を翻訳して刊行。また書き下し長編小説、青春、無表、のりコの生き方、戦時下において私小説の手法を客用して自己投会によって社会を風刺する。 徳野五郎の生活と意見などを発表。1939年に、近藤春を荒木隆福田清人、高見淳と大陸開拓文芸婚和会を発足し、拓務省の補助金を得て、満州、北市に視察旅行を行い、これをもとにした旅行記や短編小説、いぶき執筆。1940年には、文断新体制の動きに応じて、 日本文学社会の発起人の一人となった。1944年から1945年、新潮社文化企画部長。1944年、旧正公母市中学校、現札幌光市高等学校英語科教師。1945年に、北海道の妻の実家に疎開、帝国産金株式会社大都市ベベニア工場勤務。戦後1946年に、 北海道帝国大学予科講師となるが、7月に、上京、南多摩郡日野町に土地を買って山小屋風の家を建てて住み、鳴海千吉の朝などを発表。1948年に、鳴海千吉ものを集めて、長編、鳴海千吉として、八雲書店に原稿を渡したが、印刷屋により差し押さえられて、出版不能となり、1950年に、細川書店より刊行。 その自虐と風刺により、新下作派の作家ともみなされた。1948年日本文芸家協会理事、1949年から1950年、早稲田大学第一文学部講師、1949年、東京工業大学専任講師、英語、日本ペンクラブ漢字。1950年には、チャタレープ人の恋人の漢訳版を、 小山書店から観光し、上下巻で二十万部の売れ行きとなったが、歪説文書として押収され、小山九次郎と共に起訴された。この裁判の一心と並行して発表されたエッセイ、伊藤正史の生活と意見や、チャタレー裁判のノンフィクション、裁判も話題となり、1953年に、婦人公論に連載した、ローレンスの思想など紹介した疑問エッセイを、翌年、 女性に関する十二章として一冊にまとめたところ、ベストセラーとなり、同名の映画、市川根監督に、本人もナレーション、早くで出演、に関する十二章という書物の出版が相次ぐなど、十二章ブームを巻き起こし、また新書版ブームの口火ともなった。この頃から、原稿や講演の注文が殺到し、長編小説、火の鳥も好評で、読売新聞年末の、 1953ベスト3の記事では、表者10人のうち9人に選ばれている。1954年のベストセラーのうち、1位、女性に関する12章、3位、火の鳥、5位、文学入門を占め、評論、文学と人間など、ベストセラーとなり、合わせて年間70万部を売り上げたという。1953年の文壇工学所得番付でも8位となっている。 1954年に杉並区久我山に転居。1956年には文学界新人賞で石原慎太郎、太陽の季節を強く推して議論を巻き起こした。1958年東京工業、大学教授昇格、パリで行われた国際ペンクラブ執行委員会で発表、その後都市県とのアジアアフリカ会議、ロンドンのイギリスペンクラブ例会に出席。 ミュンヘン、ウィーン、イタリアなどを旅して、1959年帰国。1960年から招聘されて、コロンビア大学及びミシガン大学で抗議。帰国後、平野県による純文学歴史説や、松本清張、水上津と村の社会派推理小説の流行に刺激され、純文学は存在しうるかを発表、純文学論争を引き起こした。 1962年日本ペンクラブ副会長、また小田切進、高見淳らと、日本近代文学館設立運動をはじめ、設立時の理事となり、初代貢献淳の後を受けて1965年から理事長。1963年、日本文壇史により、菊池博史賞受賞。1964年東稿大を退職。1967年日本。 芸術院賞受賞、1968年日本、芸術院会員。1966年の北海道文学展や、1967年に北海道立文学館設立にも協力。1969年に、超閉塞で入院、手術し、胃がんの診断を受け再入院。11月15日、がん性腹膜炎のため、東京都都島区上池袋のがん。 研究会附属病院で死去。青山斎場で、国別式が行われ、開名は、アマテラス院、釈生願い。信ぶ五位、助勲三等受髄法省。没後1970年、変容により、日本文学大賞受賞。同年に、北海道塩屋に、伊藤聖文学費が混流され、石踏みには、死臭、東野の中の、海の記事が、自筆で刻まれている。 1952年から連載していた日本文壇史は瀬沼刺激に引き継がれ、1976年に完結した単行本は1953年から1978年にかけて全4巻。伊藤文は18巻まで。1972年から1974年にかけて新潮社から伊藤生全集全24巻が刊行された。 1990年に、渡辺淳一の発案により、小樽氏により、伊藤聖文学賞が制定された。伊藤茂、都市工学、東京大学名誉教授、早稲田大学教授、元慶大義塾大学教授は長男。伊藤彩、エッセイスト、英文学者、元日本大学芸術学部教授は次男。東京工業大学での英語の授業を受けた。 奥野竹雄は、その後、伊藤聖論を発表したことで指示を得て、判断で扱われる公文史学についても、自身の専門とする立場からの助言を行った。1950年6月、伊藤聖が翻訳した D.H. ローレンスのチャタレープ人の恋人が歪説文書に当たるとして、摘発を受けた。警視庁は1949年に発売された石坂洋次郎。 赤中先制御上機を摘発しが、世論の反発で、基礎猶予となり、1950年1月には、ノーマン・メイラー、裸者と死者を、発禁処分としたが GHQ に、アメリカで交換を許されたものが、なぜ発売禁止になるのかと、抗議されて撤回しより、チャタレープ人の恋人も発売後に摘発を危惧されていた。その際、発行人の小山書店代表のみならず、 翻訳者の伊藤性も起訴された。裁判では、芸術性の高い文学作品を愛説文書とすることの是非、翻訳者を罪に問うことの是非などが争われたが、1957年、最高裁は伊藤、発行人ともに有罪とした。著者の裁判は、当事者の立場から、文学裁判を膨大かつ詳細な記録で、問題提起した、ノンフィクションにして代表作の一つである。 また、小山書店は、この裁判が始まるという詩が受けられなくなり、経営が行き詰まって倒産することとなった。この翻訳は1964年に、戦後では、珍しい伏せ字を使って出版された。同訳での他の文学全集もそれによっている。なお漢訳は1973年に、講談者文庫から早健一役が刊行され、75年の、 世界文学全集にも収録されたが、世間的には知られなかった。1996年に、次男の伊藤彩が削除部分を補った、寛訳版を新調文庫から出版し、出版時に多くのマスメディアが取り上げ、初の寛訳という誤報を流した。雪明かりの道は、1920年から小樽高等、商業学校の交友会誌、導入し、青空。 新天王、死の木に発表したものと未発表作品を収めている。当時、藤村詩集から様々な詩集、日本詩人などの詩集を愛読し、佐藤宗之助、萩原作太郎や、上田聡、会長音、堀口大学、月下の一軍などの役詩集の影響を受け、アーサー・シモンズ、イエーツ、デラメアなどの英詩の言文を当たっていた。作品は、 北海道の自然を背景とした自由死刑の序成詩であり、扉にはイエーツを引用しており、出版当時、小野十三郎は、あなたは誰よりもよく深く歌の本質を理解している。あなたは深い大きな共感、そのむしろ先行的な力強い伝播力を心底から把握していると評し、瀬沼茂激はいかにも青春らしい死母や哀愁や同敬が、 北海道の厳しい自然とない合わされて、極めて上品で、特有な詩集を実現していると思われると述べている。東野は1925年から、シーノキ、および、伊藤と、坂本越郎らによる、第二次、シーノキに発表された作品を収めて限定版として、発行された。百五十四年間、伊藤詩集は、この二詩集と、百二十九から三十年に、 発表された作品、及び1948年に発表された、鳴海千吉の歌を収めており、1958年、新潮文庫版、伊藤聖詩集ではこれに、1957年に、川崎昇夫人が没した際に書いた、川崎倉子夫人を葬る歌を収めている。これらの詩の何変化は、小説、鳴海千吉、んき勇気の村に挿入されている。 1929年からは、首と史論に、欧米の現代詩人の紹介を寄稿しており、1931年から34年にかけて、ジェームズ・ジョイス、ユリシーズの翻訳を進めていた伊藤は、ジョイスやマルセル・プルースとの意識の流れの手法について論じた、新心理主義文学を1932年3月に、改造に発表。これらの作品が、20世紀は、 インテリゲンチアの知性の内向する時代、感性の八口を持たぬ時代を背景にしており、彼らが新しい文学の用体を提出したのは、もはや古き用体の文学に盛ることのできない新しい現実を彼らが発見したと述べた。この評論は、史と詩論を発行していた、厚生学書店から、春山幸雄編集の、現代の芸術と批評総書の一冊として、同4月に、これを含む、 新心理主義文学として刊行された。またその理論を、飛躍の方、感情細胞の断面、勇気の街、勇気の村等の実作として試みたが、エッセイや小説は、あらゆる種類の非難と嘲笑と否定と馬言と、また緊張の行為ある忠告を受けた。小林秀夫は、伊藤のジェームス・ジョイスのメトード、意識の流れについてについて、評論、心理小説で、 ごく普通の言い方で書かれた在来の説が本当に行き詰めつているのであるか。小説の極点は十九世紀で終わったと、活動写真に色目を使いふのと、たまたまなきつめの前に新しいお手本が広げられた木で、これだこれだと浮き腰になるのと土土が一体利口なので、洗うか。作家にとつて生々しい問題は文芸史発達の上にはない。己のシャヘル、文芸理論の進化にあるのだ。 と評し、また庭文雄は、伊藤はジョイスが流行れば、ジョイスを真似、プルーストが流行れば、プルーストを真似、徳能五郎の生活と意見も何とかいう、外国小説の真似だと批判した。これに、伊藤は1947年になって、エッセイ、トリストラム・シャンディーと、徳能五郎にて、ジョイスとロレンスの代表作を初めて、日本語に移したのは私である。それは無意義であったろうか。 その影響なしに、当代の日本文学は成立しているであろうかと、反駁している。横光リーチ、機械なども、この新心理主義的技法を用いた作品と言われている。機械は発表当時、小林秀夫らによっても激賞されたが、伊藤はこれを、プルーストの影響とした上で、堀、達夫も私もやらうとしてまだ力が足りなかったうちにに、この強引な先輩作家は、 少なくとも日本文で可能な一つの型を作ってしまったという感じであった。と述べている。小説の方法は近代日本文学を西欧文学と比較しつつ、初めて論理的、体系的に捉えた文芸批評である。続いて書かれた小説の認識は小説の方法を発展させたもので、本田修吾は物語戦後文学史で、 マルクス主義芸術論を破ったこと、人格美学なるものに終焉を宣言したこと、現代では力を持つ者は組織であり、個人の生命の働く場所、その自由は微小だ、という認識に到達したことの三点を挙げている。ただし、曽根広義は、志賀直也に代表される、日本的人格美学の形式である私、小説も芸への移転によって、 本格小説となりうる項を示しており、また、マルクス主義文学も、イデオロギー抜きの思考方法として肯定されていると、論じ、組織の絶対性と相対性は、その後の社会学や、政治学の発展、構造主義的方法の普及などにより、今日ではほとんど常識化されていると述べている。また、チャタレー裁判の体験ももとに、芸術は、生命の側に立ち、 人間を抑圧する秩序に反抗するものという考えを示し、これを実作、火の鳥で示してみせた。1958年から刊行された谷崎純一郎全集では、前巻の解説を担当、自身の没後に谷崎純一郎の文学として出版され、それまで無思想の作家とされてた谷崎への定説を覆してその思想を論じ足して、高い評価を受けた。 徳能五郎の生活と意見は、1940年に発表された、無知、徳能五郎の生活と意見などをまとめて長編化した、もので、日中戦争時代の高速状況に対して、私的な自己主張のみに限定して語るという、私小説の方法を逆手にとって、それをパロディ化した自己ギガによって風刺する文体を用いた、山戸大学芸能科講師の主人公と共に、 登場人物には、当時の友人たち、福田清人、森本忠、鎌内寛一、和田三竿、坂本悦郎、春山幸男、一野平つとむ、川崎昇らをモデルとしている。発表当時は、中野重春、空想家とシナリオや、岡田三郎、を、新独行上記に、比較論評され、また小林秀夫からは、文史、徳能五郎の生活紛失不他人生活に関する、 散歩的意見、その意見が子供らしいと評したが、伊藤はこの作品についてて軽い気持ちで自分の興味の対象を日常から取り上げて描くという随筆的なものと語っている感動の再建書集、小説の活。徳能物語はこの下巻といえる作品で人間の鎖以降に発表された作品をまとめて1942年に長編として刊行された。主人公は カロッサのルーマニア日記やの木大将の戦争史を抗議する中で自身の首相説論も展開している。また戦後発行の番では1941年12月の太平洋戦争会戦時の背景説明の追加や大本営発表の引用部分の要約などの改定がなされた。戦後の鳴海戦基地はこの方法を用いて 自分を含めた戦時中の知識人への批判、反省を主題にしつつ、内向的、倫理的な作品となっている。その後のチャタレー裁判について、伊藤氏の生活と意見では、芸術の正当性を述べるとともに、女性を含めた規制の正道徳への批判にも及んだ。これを読んだ、婦人公論編集者が、女性への批判や考えについての連載を依頼し、気分調の 女性を嘲笑するかのような批判から、人生論、文学論にまで及ぶ、エッセイ、女性に関する十二章、中央講論者から花森や筋デザインの新書版で単行本化され、三ヶ月連続ベストセラー一位となり、五十万部を売り上げた。ここで取り上げた、女性論、人生論は、反乱、発掘、変容の長編三部作で作品化された。 反乱執筆と同時期に新聞連載された誘惑は反乱と同じように裕福な家庭の問題を扱いながら破滅的な物語にはならず連載にあたって技術的にはオペレッタ風の歌謡を織り込んだ小説にするつもりである作者の言葉と語ったように明るく喜劇風に描かれている自伝的小説として少年期を題材にした少年 小樽時代から上京までの青年期を題材にした若い詩人の肖像、また同じ舞台によるフィクション、青春、勇気の街があり、戦後に書いた鳴海基地も自己暴露、自己分析的作品と言える。日本文壇誌は群像編集者大久保久雄に近代日本の文壇外史とでも言うべきものをと依頼されて、 断ったものの再三の要請で承諾して1952年から連載を始めた。2年連載後に単行本題一貫刊行時には、明治初年から坪内商用、書生機室までの300枚を書き加えた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。